はい、どうもご視聴ありがとうございます。ミートピア、やっていきましょう。一番街のボス戦だね。チームはセツ、シピ、ジナ、ククルシカという、割ともう今のうちで最強じゃないかな。役職としてどうなのかは分かんないけどね。じゃあ女の子4人組でいきましょう。あ、こんなんなんだ。真っ黒なブルーミノタウルスみたいな、ブラックミノタウルスとかかな。あ、 BGM も新しい、牛の王。ふーん、あー、カリカリ。まあいいや、許そう。新しい技バリア。あ、それは許さない、いらない。うん、まあまあまあいいか、許そう。寛大な心で、ノリノリ頑張ってね。一回行動してさ、一回、なるほどね、壊れるタイプのバリアじゃないんだ。ずっとスクルトみたいなやつか。じゃあ一人じゃなくて全員にやってほしいな。どんぐらい入る ?285。まあまあまあ、大デコロンして。さあどんぐらいいく。いいね、415。あーマジか、ちょっとやっぱり防御力足りてないね。説以外はみんな全体攻撃さえなければ、いつも例のごとくね、説が過労死してくれるんで大丈夫なんだけど、まあ、とりあえずはこのままでいいか。全部説が受ける。おお、ギリギリ大丈夫。あと1回説がかばえばシピア全回復するから、もう何も使ってあげない。どんぐらいいったかな。敵の様子見とこう。うん、半分か。あ、じゃあもう余裕だね。あとはもうなんか頑張ってねって感じ。珍しくやる気出しが来るしかも。全体攻撃か、これがやばいか。ピー、敵打ってくれ。復活させとこう。乗らして命、守りはいらないな。乗らしとくか、シピも頼みます。毎回何も振りかけなしで100前後与えるジナちゃんは頼りになるね。まだ倒れないか、案外しぶとい。誰か助けなさい。久しぶりに見たような記憶もする。あとちょっとでククルシカも回復か。なんかもったいないな、この試合で使っちゃうのは。まあいいか。 OK、 余裕でしたね。さあ、何もないの。ボス倒したのに本当に何にもないんだ、寂しいな。あ、一強敵牛のを倒そう。一応これがもらえるけど、別にこれもらえたからなんかっていう感じもしないけどな。それじゃあ2番街の方行こうか。メンバーは一番弱い SQ ちゃん連れてっちゃろうかな。シピずっと連れてきたいなあ。あー、ここか。全体の底上げより強い子を強くしたい。そうじゃないとボス戦がきつい。まあ、全員活躍させたいんだけどね。結局シピか乙女が強いっていう話になっちゃうから。また話は何かもらえんの、ちなみに君。あー、そんだけか。ち、会うたんびにバナナくれるみたいな、そういう期待したんだけどな。分割どっちでもいいよ、どっちでもいいよ。右か左か、左行こうか。なんか違うんかな。
新しい敵スーパー宇宙人とフラワー、うん、まあノリノリ使っちゃって任せちゃいますよ。弱っ、使うんでよかった。いいね、甘いささやきで。余裕ですね。お、死神の呼び声。あー、ザラキいいね。シルバー提灯なんか出てきた。なんだこいつ、ボス戦がちっちゃくなったやつが来た。ボスキャラがちっちゃくなったやつが強そうだな。ちょっと注意して、これでいいかな。ノリノリふりかけがマジで足りない。5個じゃシピとセツで2人分2、3試合しかできない。どうしよう、物理アタッカーは1人にした方がいいのかな。もしかしてそういう常識を疑うべきか。まあいいや、割ってくれた。おお、すごい、全員最高。あ、提灯にやってほしかったな。うん、痛い。大地はお怒り、レムシゲ。そのペアで絡みあったっけ買った、本体殴れよ、提灯じゃなくて。頑張って。よし、割れた。あー、なるほど、本体は無害と。いやでも絶対本体叩いて起こした方が早い気がする。おめでとう、茂道24。よし、じゃあボス戦、ユリコ、ククルシカ、シピ、行くぞ。ジナの方が良かったかな、さっきと同じように。まあいいや、ユリコ出番だ、頑張ろう。一回ぐらい活躍したい、ピョン狩りだけじゃなく。ジナに負けないぞってとこ見せてください。ゲーム機か、や、闇のゲーム機、マジコンみたいなこと。闇のゲーム機って電算キング、全然違った。仲間呼んだ、早っ。最初から俺、最終兵器。料理を奪う、もうそういうことしないの。ロックオンされた、うわお、久しぶり。守りのふりかけ出た時以来じゃないか。ノリノリ。せっちゃんも乗っちゃおうか、序盤はね、あまり考えないで戦いたい。騎乗攻撃、騎乗攻撃弱いな。オーデコロンの方が強いよ。香りを振りまこう。ユリコ様、バナナを投げる。うん、可愛らしい。おお、強い刹の補助がすごい。よし、うん、違うか、今割れたのは別件か。でも最終兵器が壊れてるからいいっちゃいいのか。443、強いね。でも説がめちゃくちゃ強い。いいね、ユリコと説仲いいのめちゃくちゃいいぞ。また来た、デンサンキング仲間。まあ守りのふりかけを2つ使わされるのがきついな。また出た、説ロックオン、説ユリがロックオンされた。まあ守りのふりかけ使うか、ケチってもしゃあないやろこれは。で、ふりかけで乗ろう、もう一回。温存する意味は何もない、頭を壊して。あ、敵を壊せ、いいとこ見せたよユリコ。うーん、103、まあいいでしょう。よし、まあもったいないよな、守りのふりかけは。
いいね、2連攻撃2人とも。つかシピ薬が切れとる。正気に戻ったら今の格好に恥じらいを覚えてしまうかもしれない。だから早く新しい薬を飲んで。何？あ？吸血。はい、赤緑時代の吸血ぐらいのダメージだったな。3ムーンから威力80になったのに、昔20だっけあれ。まあいいや。あー、役に立つ、頼りになる。大デコロン押してくれ。急クールに弱点を攻める。あーすごい、全体攻撃か。まあしょうがないね。そろそろ HP 振りかけしようか。いいよ、ここ HP 振りかけで一応全回復でいいかな。もうここも余裕ありそうだし。はい、行きましょう。あとどんぐらいだろう。もうそろそろじゃないかな、敵の様子。なるほどね。じゃあせっちゃんはもういいかな。ノリノリは。残りはスピにあげる。最後の一振りは。運良ければジンバ一体したいしね。また出るのか、うざいな。やめてそれ。そこだよ、忘れさせることできないかな、技を。うわ、守りの振りかけあと1個しかないのよ。どっちにしよう。ユリコは復活するから切に。ごめんユリコ、ごめんごめん、そんなつもりじゃなかったんだ。マガン切り。おお、目がある、わかりやすく。うん、まあ魔法攻撃じゃなければな、これが。なあ、割れた、やだ、大丈夫、今は大丈夫、今は大丈夫なの。これから大丈夫じゃなくなる。うっそ、どうしよう。あー、よかった、シピ頼れるな、ちゃんと処理する。まあガン切りでいいでしょう。削ってこ。よし、仲良し。また出るの？もう来すぎ。もうないよ、守りのふりかけ。どっち行く？最終兵器行っておこう。無理だな。ククルシカを安全地帯に隠すっていう手もあるけど、倒せれない。お、来た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 、決めちゃおう。 MP 振りかけまだたくさんあるよ。オーバードーズしてジンバ一体で電算キング倒そう。最終兵器一体ならどうとでもなるでしょう。まだ命の振りかけもあるし。おー、気持ちいい。終わんないんだ。いや、ちょっとだけ期待した、終わるかなって。まあせっかくだ、その必殺技見せてくれよ。どんぐらいのものか。あー、大したことねえな。守りのふりかけ使った自分がバカみたいじゃないか。あ、お料理今のタイミングはいいよ。よし、じゃあもう、はい、消化試合でございます。 OK。 そろそろガラパス島もいけるんじゃない、いけちゃうんじゃない、インテリ話に倒せるんじゃない。大回転激励きた、ようやく剣をブルンとブルンって。わざわざ覚えないか、ゆり子様は。どうしよう、シピかな、レベル上がりそうだし。なんか技覚えない？覚えないか。大回転切りは嬉しいな。ようやくだよ。ずっと回転切りで戦ってたから。
3番街行こうか、とりあえず。じゃあ続いて3番街に行きましょう。行けるとこまで行こうじゃないか。結構ここでレベル上げてガラパス島にリベンジに行きたいね。さあどんな敵が3番街には出てくるか。あーでもピョンか、水ピョンと氷球タワー、あんまり強くなさそう。大回転斬り使いたいな、とりあえず。せっかく覚えた新技、ピョンに対して特攻の必殺技、大回転斬り何個使う？ 18、 結構使うな。まあいいでしょう。刹のこれなんて MP なんて使わないしね、基本。うわー、あ強っ、あー強い、強くなったね、せっちゃん。あ、これ3人ヴァンパイアだったらすごい反撃しそう。おー強っ、刹が強い。あ、来た、超危ないボム、超危ないボム殴って料理、まあまあ余裕あるか、犬のパンを。あー鼻つまんだ、どうやって。あ、ごめん、勝手に動いてる、ちょっと待って、勝手に動かないで。あーやだやだやだ、あー偉い偉い、偉すぎる。おー中途半端、真ん中にいてほしいな、超危ないボムは。うぜえ、この耐久型がよ。大回転切りしよう。あ、帰った。じゃあもういらないか、マガン切りで勘弁しといてやろう。シルバー提灯ってことはゴールドがいるのか、この先。オッケー、出た。え、恐怖の死神、何これ、ちょっと上位互換が来た、やば、どうしよう。守りの振りかけする。いやー、ノリノリもったいないな、自分の番が来たらでよかった。あー誰が死ぬ、誰が死ぬ。あー、ユリコ死んだ、ユリコでよかったわ、復活できるから。むしろ的になってくれた、ユリコはいつもこんな仕事だな。うー、硬いのきついな、早く処理したい、覚悟なさい。あー、どうしよう。死神さっさと倒すか、遠慮したらダメだ。こいつさえ処理できればまあもう終わりだよ。1251、 OK。 よし、さすが、死んだふりをしていたのさ。あとはまあ、ちょっとだけこんなのでいいやろ、あとは刹が守ってくれるさ。刹に守らせた方がより仲良くなるから。あー、やっぱシピが犬の部分を殴ってくれた。そうそう、これこれこれ、シピが犬の部分を殴ってくれたおかげでかなり削れたね。うん、まあいいや、仲良くなることに越したことはない。みんなバナナ食うな、みんななんか食うな。よし、おお、とどめ刺したか、これで。え？え？なんか怒った感謝してどっか行った、あいつ仲間になんのかな。優しい、久しぶりに優しい行動したね。
なんかいいことあるといいな。ボス戦の時にやってきて恩を返しますって、で代わりに犠牲になるってやつだね。鎧って、うわやば、きっしょ、なんだこれどうしよう、ノリノリもったいないな。いつ死んだか、あし、やっぱユリコいいね、ヘイトをうまく集めてくれる。スピはあかん、あかんな、手助け、オーデコロンより行動完全に封じてほしかった。大回転切り行こう。うわすげえ間抜けずらしてた。よしでかい、的になってくれるだけででかい。ひーきついきつい、ちょっと待って、敵打って、うーやば、守りが効くのかあれに、マジでまずい、食ってる場合か。うわ嘘だろ、なんかそんな優しい攻撃してても、うわ気抜いたな。まあ、ユリコもありがたいけど、ユリコが生き残ったとこでどうしようもなかったっていうのが正直なとこだから、ジナちゃん行こうか。違う道で行ったら死神出なくなるかな、もしかして。ワンチャンかけたい、あんなやつにもう二度と会いたくない。うわ出てくるじゃんけ、もうしょうがない、きちい、ああー頼む、そっち側狙って、オッケー、あーもったいないな、ノリノリ振りかけもったいない。序盤で守りのふりかけ使うべきか、こやつらとやるときは。オッケー、まあ、あとはせっちゃん頑張って、ああ。まあガン切りで終わらせよう。目ちっちゃいけどな。オッケー。ゴージャスファラオ。使おうか、1個だけにしよう、2個は死神が来た時がやばい、また出るかもしれない。呪い、うわファラオになったか、アンチに置いとこ、これで魔眼切りでいいね。さあどんぐらい入る、222、魔眼切り、
うわー、余計な真似を監禁しとくなくったら。さあ何が来る ?2 体カエル2人組、なんだろう、オスガエルメスガエル、カエルキングカエルクイーン、だいぶ惜しかった。ふりかけで序盤は削りに行こうか。守りはまだいいね、そんな一撃必殺とかはないでしょう。いいとこ見せた、おでこのいいね、オッケーオッケー、えらい。バリアもまあ認めたい、バリアのことは。息を吸い込む、やべえ技だよ。全体攻撃多いからちょっとこまめに回復はします。オッケーオッケー、シピが乗ってくるのはありがたい。うお強っ、線いった。カエルクイーン弱、カエルクイーン弱、赤、どうしようもないよな。敵の様子でどんぐらい入ったかな。あ、いけるいける、余裕だわ。ここでコロン強、我に返ってさっさと処理しないな、吐き出す前にあの吸い込んだものを。蹴散らないで、まあいいでしょう。キングの方行こう。あーでもこの2人ならクイーンでもよかったかも。まあいいや、これで負けないよもう。さらに吸い込んだ、やばいやばいやばい。いいね、あーノリノリ切れた。次の攻撃やばそうだな。あ、守りの振りかけ使っとこうか。もうここでジナがもう頑丈になった、我に返った。あ、一応女の子っぽい顔になってるんだ。うーいただ臭いだけ、弱っ。ノリノリでいい。うん、もう買ったやろ、バリア。あー切れてたんだ。ビッグエポン、でかいでかい場所線、なんかこんなのなんかで見たことある気がする。ナルトだったかな、でかい場所線。弱えな、もうこれはガラパスといけるか。俺はどうしよう、4番街行くか、あの憎き花人をぶちのめしに行くか。オッケー、シピリーや、シピが一人強くなってくれるとすげえ楽カエルキングカエルクイーン、はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。とりあえずね3番街までクリアできて、どうしよう、次回じゃあガラパストにリベンジに行こうかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。